スーダン解放軍は、スーダン西部ダルフールの反政府武装勢力の一つ、スーダン解放運動の軍事部門で2003年以降のダルフール紛争における主要な軍事組織である。2002年にダルフール解放戦線の名で結成され、分離独立を掲げたが、2003年以降は、ジャンジャウィードの攻撃に対抗した、フール人を中心とした、緩やかな組織で、 ハルツーム政権を打倒し、民主的で統一されたスーダンを作るとして、アブデルワヒド・モハマド・ヌールが、指導者となった。2006年1月20日には、正義と平等運動と統合して、西部スーダン革命勢力同盟を結成すると、発表したが5月までに不調に終わった。ブッシュと握手する、ミナウィ2006年5月ザガワのミニミナウィ率いる、SLA ミナウィ派は、 反政府勢力の中で唯一スーダン政府との和平合意に応じたが、フール人には合意内容への反対が強く、ヌールやアフメド・アブドゥル・シャフィ・バスセイラ和平反対派の SLA グループ19などと分裂した。ヌールは、フール人民衆の支持は得ているが、組織としては、バッセイ派などが分裂した。ミナウィ派はこれ以降政府側から戦闘に参加し、住民に暴力を振るうようになった。 2006年8月には、ミナウィ派以外の SLA が他の武装勢力と結成した国民救済戦線とミナウィ派の指揮するジャンジャウィードが交戦した。ミナウィはオマル・アルバシール政権の特別顧問となり、2007年4月にはダルフール暫定地域機構の議長に就任した。2007年9月30日に SLA が南ダルフール州ハスカに他の アフリカ連合ダルフール派遣団の基地を襲い、10月5日には、ジャンジャウィードが網を襲った。ありがとうございます。